同盟義成以外にも他に白守備部隊の小島河内少尉、憲兵隊の黒田咲中尉、山田嗣一、鈴木光秀、小野次郎も。一匹のネズミが私の人生を変えてきたか。たかが八重締めの規制では部隊の指揮には引き抜きません。我らヤマトの民、断じて死は恐れない。長沢、死ぬことが怖いかどうかは別にして、死にたくないとなれば話は別だ。戦争を左右するのは人だけではなく科学でもある。長官自ら部隊を引き、やつを捕まえる。私がサモリにいた頃、とある先生がこんな話をしてくれた。猫はどうしてネズミを捕らえれるか。弱肉強食、適者生存。不合格だ。猫がネズミを捕らえることができるのは一つの部屋に一つの穴しかないからだ。しかし腸腰全体が今奴のネズミの穴となっている。捕らえるのは至難の業だ。となれば奴をおびき寄せる餌が必要だ。どうすればいいかは分かります。浇的烧好了，您尝尝。好，我们家红第一次煮嘎杯，把你好好尝尝。怎么样？好，好啊，但是稍微有点浓了。我跟你讲啊，这个嘎杯呀，不能喝太浓的，喝浓嘎杯对这儿不好。哎呦，我也不知道啊。我跟你讲，在法兰西有一个著名的文豪，叫做巴尔扎哈。巴尔扎哈？他有一个非常独特的爱好，你猜是什么？孩子多呗。孩子多。哎呀，你就想着孩子了。他呢，就爱喝咖啡。他一边写一边喝，一边写一边喝，一天能喝80杯。80杯。所以啊，这儿就坏。哎呀，那老爷，喝这个咖啡既然对心脏不好，那您就少喝一点儿。红啊，还是你好。哎呀，还是我老婆关心我啊。老爷，您要给八路的那批物资怎么还不兑现呀？听谁说的？外面都这么传。我告诉你啊，根本就不是我下的令，是日本人，是日本人先开的枪啊！啊，我的兵才开了炮，这跟我有什么关系？所
三人成虎，人言可畏。这毕竟是你国君的炮靶，外面传成什么样都不稀奇。唉，爱怎么传怎么传吧，事儿已经出了，跟我又没关系。你没懂我的意思。嗯？日本人要是找不到人，能善罢甘休。明的咱不怕，万一暗的，这个山贼最擅长的就是暗的。对，他专门打黑枪。能让我自说吗？没事吧？这是乌鸦嘴呀！你说什么？来人呐！摩擦就出这样的事儿，他妈狗日的小日本！不是，这是山贼干的。啊，你咋了？你头也让人崩了。就算不是也得说是，还在外边呢。啊，日本人干的，狗日的日本人！ご恩人に我々の意図を見抜かれたようです。鹿を刺して馬となすとは、我々を苔にしている。なんて言ったんだ。攻撃地点を変更していきました。だからあの時にドア頭に食らわすべきだったんだ。食らわしたところで何の意味がある。肝心なのは心だ。どういうことです。見せしめのために叩いたのにもかかわらず反撃してきた。こちらは山賊を探せと要求したが、難題を注文してきた。では我々は一石二鳥だ。喜べ。行くぞ。老爷、您的茶。疼吗？好些了。我听说您把交易的地点放在张庄了。那个混蛋想要我的命，没办法，我得自保。起来，帮你把这个扣子缝缝。哎呀，这种事让下人们去做。我就是你的下人啊！起来，起来。哎，你这么做是驱虎吞狼，弄不好两家都会得罪。我有什么选择吗？啊？现在这个世道，我算是看明白了。颠倒乾坤的，本来一件很正常的事情，现在也变得不正常了。就像我娶了一个丫鬟，贤淑跟了一个山贼。这上哪说理去？既然无理可讲，又何必矜持？有本事算计别人，没本事被人算计。可你有把握算计过真田吗？
没有，但是他可以帮我解决心腹大患。然后呢？然后，没有然后。各走各的路，各回各的家。谋大事，眼光必须要放长远。商贾之人难以成事，你知道为什么吗？愿闻其详。因为商人只会贪图蝇头小利，譬如蒙元张九四，现在这问题就摆在你的面前，看你是愿意做张九四呢，还是愿意做朱重八。老爷，跟您开个玩笑，起来穿上吧。一会儿有外人要来，你回避一下。军旗。这个不好，破了，残缺之类。你懂个球。哦，自动攻击。そう。おお。私はね、話には聞いたことがあるが、実物を見るのは今日が初めてですよ。素晴らしい。別れましょう。いや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 、とんでもない。ありがとうございます。こんなものまであるとは。イボ。ゴさん、こんな立派な屋敷は相当な額を突っ込んででしょう。人間花了很多钱吧。大したことない。这个宅子是我从我的老师陈公博先生那里兑来的。这个数。啊，很便宜。明白。得瑟。哼。张子君。陈公博先生可是你们中国人的楷模呀，就连我们日本军人都是非常欣赏他的。你应该跟他好好学习学习啊。そうですか？郭桑，我们谈点正事吧。すみません。哎，你来这儿干什么呀？你这凉着怎么办啊？你不怕受了风啊？快来，丫头，怎么不拦着？二奶奶执意要来，我哪挡得住啊？什么拦不住拦不住的？走，咱回去啊。等等，郭桑，这位是
叶奈です。哦，郭夫人，你好。我们好像在哪见过。没有，没有。关外，李家。那天晚上跑了个丫头，就是你喽。想找我报仇，我随时恭候。郭三，啊，我们谈谈关于张庄的事情吧。这杨国明，哎呦，这杨队长真行啊！这合同他怎么知道的？那我都不知道。哎，这不是张华是被杨巧挖的吗？啊？被杨巧？啊，我信你问他。啊，哎，是得挖呀！啊，省得某些人他老挑墙头子，半夜老上人这儿来呀、啊。哎呀，你说这老太太真聪明啊！这一来把这土啊取出来砌墙，二来掩人耳目，这是一举两得呀，是不是老九？巧的时候咋不告诉地道呢？多折腾我，天天让我翻墙。
しお前が八郎だったらここで取引するか。もし数が多ければ危険を冒す価値はありません。危険な取引か。しかし問題は接触側が未だに姿を現していない。ちゃんちゃんは我らの支柱にありますから、八郎にはどうやったって。それじゃあ八郎が我々の意図に気づいたということか。とっくに準備しています。行くぞ。外へ行くぞ。
行くぞ。もう一発撃っておきますか。角度がない。みんなに伝えろ。囲んだ。日本人全上来了，大班呢？分头撤，我向鬼子部让迷路了。走走走，分头撤，分头撤。少佐，やつらすでに二手に分かれました。二手に分かれたか。地形をうまく利用し、我々を惑わすつもりか。いい考えだ。部隊を分け、重要な出口をすべて封鎖しろ。決して奴を村から出すな。行け。はい。散開。はい。行くぞ。
開けろ。别透风，把风筝，把门封上。急救包拿过来。急救包，急救包，急救包，别拿急救包。急救包不是在你那儿啊？我这就拿急救包了。我出城口一直在你那儿的急救包。哎呀，我把它甩里脚，好像掉那儿了。掉哪儿了？好像有一个沟里头。什么？找着。手电，手电！快！等一下啊！不好了，没有脉搏了！救救！見失ってしまいました。バカ野郎！貴様は帝国軍人のはずだ！やめろ。こっちへ来い。こいつのせいではない。奴らは思った以上に賢い。八郎に隙を突かれたみたいだな。これでおしまいするんですか？安心しろ。遠くには逃げれんはずだ。おい。はい。奴らは最後に見失った場所を覚えてるか？聞いてるのか？大体の位置しか。その方向から続けて捜索しろ。奴らは怪我人が同行している。遠くには逃げれんはずだ。行け。はい。Thank you.
连长，鬼子上来了。连长，咱们死者能撑多久是多久。是。你们注意隐蔽，跟我来。高一点，稍微高一点。报告，讲。在张庄附近发生小规模的交火，八路军似乎有重要人物中弹，正在撤退，追击的日军马上就要进入我们的防区，团座，反击吗？传我命令，前沿阵地后撤400米，给他们让出一条道。是。每当有人问我活着为什么，我只能说为了一句承诺。我曾经对自己说要让你快乐，带你翻过大山大河。每当有人问我什么是老婆，我只能一笑而过，默默闪躲。因为我从没试过，如果没有你，我还有什么选择。手都没牵过，可我却对自己
说你是我的老婆，为了你我可以一无所有，只要让我默默在你左右，这辈子我连你的手都没牵过，可我一直等你白了头，为了你我可以放下所有，让人爱着这也值得。老婆，我的钢铁之心和你相约在2015年1月10号 PPDD， 不见不散。